ランドールというヘアケアアイテムのブランドがあるんですけど、ヘアオイルを送ってくださいました。すごいなんか可愛いラッピングボックスみたいなのに入って届きました。髪質とか仕上げたいこうヘアのイメージとかによって使い分けができるみたいで、オイルの香りと、あと特徴がそれぞれちょっと違うタイプが3つあるということで、3つ届けてくださいました。で、パフュームヘアオイルで香りにもこだわってるみたいなんですけど、こう水分をしっかり補給してくれるので、ダメージヘアのケアとしても使えるよっていうやつみたいですね。1番から使用感がライト、シルキー、リッチっていう感じで、こうどんどんちょっとこう重くなるようなイメージの配合になっていて、一番軽いのが香りのメインがラピュタ、メインっていうか名前なのかな、ココナッツとかユーカリにちょっとこうフローラルな香りが混ざってるよっていうやつで、真ん中のがヒノキ、ウッディな香りとちょっとこうペッパーのスパイシーな香りが混ざっている、あったかい感じの癒し系の香りで、一番重いリッチな使用感のこれがオスマンサス、ブラックカラントとか柑橘系の甘めの香りですね、フルーティーな感じになっているそうです。ちょっとお花っぽい香りみたいですね。ちょうど今オイルがなくて、セットする時に少しこうウェット感のあるスタイルとかまとまりのあるヘアにしたいなって思ってたので、ちょうどいいなと思って試してみることにしました。ちょっとまた使ったらレビューしたいと思います。から出社するので、着替えました。今日のコーディネートは、なんだっけな、なんか丸、ちょっとこの辺に出しておきますね。ニットと、中に着てるタンクトップが H&M で、スカートがスタジオ2500で、アウターがサフランキーショップで、バッグとシューズは、まあ、いつも同じなんですけど、アクネとシューズサロマです。こんな感じで行ってきます。帰ってきました。今日はこの間新大久保で買ったこのボリ冷麺で、簡単に冷麺食べたいと思います。
出社したいと思います。今日のコーディネートはこのベストが古着で、このチュールのトップスが八重で、パンツがエディションで、アウターがシーズネバーザットで、シューズがナイキで、バッグはいつも一緒のアクネです。そんな感じで行ってきます。Thank you.